市議の駅は、大阪府大阪市上東区市議の西5丁目及び、市議の東1丁目にある、西日本旅客鉄道大阪市高速電気軌道の駅である。JR 西日本の駅番号は、片町線が JRH40、大阪東線が JRF07。大阪メトロの駅番号は、I19。所在地は、JR 西日本が市議の西5丁目。 大阪メトロが、市ぎの東一丁目となっている。JR 西日本の片町線、大阪東線と、大阪メトロの今里筋線が乗り入れており、接続駅となっている。JR の駅は、特定特市内制度における、大阪市内に属しており、片町線には、JRH40、大阪東線には、JRF07 の駅番号が設定されている。また地下鉄の駅には、 i19 の駅番号が設定されている。公開期で1階がキ符プ売り場やコンコース、2階が乗り場となっている。かつては緑の窓口が存在したが、2018年11月30日に営業を終了し12月1日より緑の券売機プラスが稼働した。開業以来、放出よりの東口のみに改札口があったが、2020年7月18日の ビエラタウンシギノの開業とともに、西口が京橋寄りに新設された。カーブ状のため早朝、夜間の乗降時には、電車とホームの間から、パトランプが点灯する。もともとは相対式ホーム2面2線で、京橋、北新地方面ホームは、将来的に島式ホームにも転用できる構造となっており、ホーム端の一部は転落防止のため金網で、 簡易的に仕切ってあるだけであった。このホームより南側で2011年8月より、学研都市線を2000分移転する工事が着工され、2015年3月29日に、京橋、北、新地、天ヶ崎方面乗り場を新設の4番乗り場へ移行され、旧2番乗り場は使用中止となった。また、2017年2月4日に、市場なわて、 松井山手方面乗り場は仮設ホームが設置される上で一時的に2番乗り場へ移行され、1番乗り場は使用中止となった。その後、2018年5月20日に、市場縄手松井山手方面乗り場は3番乗り場に移行され、再び2番乗り場は使用中止となった。この際、学研都市線の場内信号機と出発信号機が撤去されて停留場となり、 上等貨物線との線路配線上の分岐駅は、隣の放出駅となった。完成後、南側から、新設ホームが、学研都市線、既存ホームが、学研都市線と、大阪東線、既存ホームが、大阪東線の3面4線となった。2019年3月の全線開通以降は、東駅放出駅間は、学研都市線と、大阪東線との重複区間となり、 当駅では、学研都市線木津方面駅と、大阪東線新大阪方面駅とで、対面の理解が可能となっている。直営駅であるが駅長は配置されておらず、放出駅が当駅を管理している。島式ホーム一面二線を持つ地下駅。出口は三箇所で、改札口は一箇所のみ。一号出口から下に降りたところに、大阪市営の地下有料駐輪場がある。 各年度の1日乗降、乗車人員は下表の通り、JR 杉野駅の東側には今里筋がある、注釈出店。ありがとうございます。